皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。今日は呪術廻戦の20話でございます。今はザ・ボーイズはあの花化け物呪いモンスターと戦っております。そして彼らはついに進化していきそうですね。っていうのはなんか黒線みたいなものが使えるようになった。しかしあの花モンスターもかなり進化していってるようには見えます。あれ楽しくねえかみたいな感じだったんだよね前回。では今回は果たしてどうなるのだろうか。あとエレキギターのジジイが見たいんですね。見ていきましょう。 Let's start。何が起こってんの。ああこれはあなたね。舐められたらぶっ倒すやな。でも舐めてんじゃねえよって。誰や。この時に会ったの先生。どんな人生送ってんや。こいつが企画外なのか。いいな。もうこのバンドのなそれぞれの楽器の音を聞くのってめっちゃヒットするよね。超乗れる。ちなみに俺は全然ドラムはできないんだけど、ちょっとギターは弾ける。この人めっちゃドラムみたいなやってるんだけど、ドラムって弾けるかなと思ってる人と、めちゃ下手にやってるんだけどドラムできないよなみたいな立つのを多分ことは思われてると思うんだけど、校舎です。できません。いやいいな。ほんまに呪術廻戦とか描写がすげえ。マッパってほんますげえな。ビビるぜ。Alright. やばい。この中に。お、お願いします。あ、はい。なんじゃい？お、え？あ、はい。二つ目って、確かに。しかも、キャツというやつって結構ウケるわ。銀エデンや。OK。だね。あれによってやられたんだもんね。あれやばいよね。あの左手なんだろうか。しかしはい。え、なんなんそれ。実証かよ。あ、はい。
53,000。一人じゃないからビクトリーか。ブラザーがいるんだもんね。あ、術式どうなってんだよ。まあ俺を信じろって言ったもんな。うー、あー、俺を信じろって言ったから信じようと。おお、おとうど入れ替わりなんでね、場所。マジマジ強いや、ブギウギって受けるわ。すげえ、すげえなおい。てかどうやって2人でやんの。いや、これについていけるイタドリとかマジ大変やばい。これ普通無理ゲーじゃね。おもろいわほんま、この戦い最高じゃん。めっちゃ考えさせられちゃう。Oh my god。クラップが。あ、でもパンチも普通に入れるしな。これであいつの頭まで花畑だな。ちょっとこういう結界みたいなもんだね、クラップゾーン。でも来なかったらどうすんの。そうなんだ。だめっちゃパワーアップするんだ。なるみさん、主催の時にこれ言ったな。また来るか。これで2回目。痛そう。あ、これで2位なんだね。3つ、3連チャンとか半端ねえな。お、でもあー、フェイク。しかもこれは黒線じゃないか。意地悪やな東堂くん。おお、国戦やった。四つ、レンちゃん。呪術廻戦どうす？お、なんか乗っとる。パパンパンパラパンポンパ。お、危ないぞ。お、後ろから。おほう。No problem。 かっこいい。この戦いマジすげえんだけど。
Oh my god. Ooh. 痛えなその相打ち。慣れてますな。聞くだろうそりゃ。こいつ払っていいのか。楽しんでんな。うわー来てるやん。一発でアウトのやつやん。うわーキモい。自分にもそれだね。いけるか？どうすかね？信じていいのかな、それ。はい？え？なるほど。53,000 IQ 発動してる。呪力で？呪力。呪力なしで受けた。そういう意味かい。全然意味わからんかった。頭いい。53,000 IQ だてじゃねえな。他にな。るほどね。 Everything。 あー OK。 ってことはさ、いたとおりどこ行ったん？あれ？僕どこーって。マジさ。飛びました。おお、でも。ジーズ危ない。おお、なんかやっとる。ああ周りの自然からパワーを吸い込んでる。これで回復したのか。なんじゃいこれ。
ソーラービームだよね。太陽光。え？なくなった？あ、いる。五条さん。あ、マスク外しとるやん。遊びに来たかな？だよー、エレキジティ。強っ。重力だろ。へえ。やめよ。キモ。何かに会ってしまいそうね、この子。あれじゃね？おー、後ろ！危ない！こんなやついたんや。誰やろ。手ついてるけど、キモ。はあ、キモいやつ。あ、言われた。めっちゃ喜んでんな。で、なくなっちゃいました。あらららららら、五条さん、なんかすごいことやったんかい。逃げてんのかい。まあ、五条さんに会ってしまった。五条さんに会ってしまえば、それはもうライフイズオーバーだろ。すべて俯瞰してる。どこに行った方がいいのかわからないと思っても。あ、五条先生、やっほー。あ、大丈夫かい。ラクラク、 Give me the luck。 怖ね、あいつ。逃げの算段は
逃げちゃったんですよ。どうするか。だろうな。とはいえ、五条先生が何かやるからね。見えてんのかよくわからないが、全然よくわかんないんだけど、なんすかこれ。はい、カメハメハみたいなもんが来たやん。東堂さんなんでそんなわかんの。わーい、ホーリーシェッ。意味がわからん。なんなん、五条さん強すぎやろ。え、これ誰がやられたの？この二人。え、この二人誰？指取ったあの先生の二人。Oh man、待って。え、え、ちょっと待って。前のエピソードとかに出てたよな、あの二人。エピソードなんだ、呪術廻戦エピソード19。ちょっとちゃんと画像を見たいんだけどさ、あいつらが画像に出ないよな、あの雑魚キャラ、でも教頭の先生なのかな。とりあえず、やられたなあいつに。ジーザス、それはひどすぎるでしょう、どう考えても。どんどんこの曲好きになってきた。あーでもこの後半がめっちゃいいからだよ。うん、どうだった、めっちゃ後半が気に入るわ。ジュジュ散歩、犬派猫派、両方好きじゃねえ。おい、みんな犬かよ。鮭は違うな。おい、だから企画がいいやん、二択じゃん。野球、え、次回野球やんの、なんな。呪術甲子園って何ですか。おいバカやん。皆さんご視聴ありがとうございました。楽しいわこれ。いやー今回も素晴らしいエピソードでした。ほんまよかった。これからも楽しく見ていきたいなと思ってます。ではでは、 Until next time, goodbye。 おおきに。